今日ちょっとこちらにお越しいただいてないんですけれども、森園さんからいただいたこの6000キロ走りましたマフラーです。少しこう汚れが、でも6000キロのマフラーですので、ぜひこれを阿部さんにまた巻いていただけたらと思います。はい、で先ほど原前代表の方からですね、日本国民は未来ではなく今を選んだというお話がありましたが、エネルギー政策原子力に関して言うと、過去を選んだと、今でもなく、とても現実が見えていないというか、むしろ完全に国民は騙されてしまったというふうに思います。大きく最初の3年で、しっかりとその、準備をして、それから7年で、長期的なエネルギー転換をしていこう。ちょっとここでいろいろとですね、誤解を受けた一点はですね、原発は一機も動かさずに廃炉、法的な廃炉をですねしていくということで、再稼働があるのかないのかというところは非常に誤解と混乱を招いたんですが、それで今例えば景気と雇用に対する非常に地方地域で決めるばかりと思うんですけども、本当にクレーン一つ立っちゃおりませんし、商店街は取れないですし、若い人はどんどんいなくなるしという、そういう状況でもう持たないっていう、まあすいません、今日は第1回の日本未来の党総会を16時から17時に行いました。すでにご承知のように加田由紀子、前代表が1月の4日の時点で、滋賀県で、代表辞任の意向を伝えられて、1月6日の幹事会でそれを了承するという形になり、本日の総会をもって次の代表に私が承認される、選出というよりは承認といった方がいいと思いますけど、そういう一つの大きな区切りの総会でありました。